2006年秋、スズキの軽自動車ラインナップに懐かしい社名が返ってきた。1998年以来その系譜が途絶えていたセルボが復活したのである。新しいセルボはモノフォルムスタイルをベースにユーティリティを充実させ、躍動感にあふれたデザイン性や走りの楽しさに強い主張を持ったカジュアルな車に仕上げられた。よりスポーティーなパワートレーンを備えたセルボ SR がデビューしたのは2007年10月のこと。注目は日本車初となる直噴ターボエンジンと CVT の組み合わせだ。7速という細やかなステップ比のマニュアルモードを備えた CVT によって積極的にシフトしていくスポーティーな走りも楽しめるし、直噴ターボエンジンとの組み合わせに身を任せた滑らかな走りも味わえる。スポーティーで質感の高い専用のエクステリアやインテリアも相まって、セルボ SR の掲げたプレミアムスポーティーコンパクトというコンセプトは見事なまでに実現された。またCVT とターボの組み合わせが功を奏し、最高出力64馬力という高出力エンジンながら1リットルあたり23キロというクラストップレベルの燃費性能を達成している。軽自動車としては十分な動力性能、乗り心地の良さ、7速 CVT の軽快な走り、さらに使い勝手の良さと上質なインテリア、これに燃費が揃ったセルボ SR は究極の軽自動車として完成をもって迎えられたのである。